面接で皆さん内定取りたいと思うんですよ。で、内定取るために何が大事かっていうと、面接官の目的、これを知ることがまず最初のステップになります。面接官の目的って何なのかっていうと、入社してから長期的に活躍してくれる、そういう人かどうかを見極めたい、これが面接官の目的になります。なぜ長期的かっていうと、経験の少ない即戦力じゃない人材を採用するよっていう会社は、その時点で育てるっていうつもりがあるんですよ。育てるっていうことは、まあ、もちろん人件費もかかりますし、教育コストもかかりますし、すごく、まあ、時間がかかるっていうことはお金がかかるんですよね。会社側はその採用した人材に対して、まあ、すごくこうお金コストをかけて育てていこうっていうふうに思ってます。つまりどういうことかっていうと、最終的にはその投資を回収して黒字になる、利益が出せるようになるまでしばらくの期間残ってほしい、こういうふうに思ってるんですよ。なので、その長期的に続けてほしい。で、またその活躍し続けるっていうところはどういうところかっていうと、利益につながる、こういうことを面接官は目的としているんだな、それを見極めたい、そう思って面接に臨んでるんだなっていうのを大前提として最初に理解していただければなというふうに思います。ちなみになんですけれども、採用するときに20代で即戦力の方求めますみたいな求人を見かけることあると思うんですけど、これはですね、私あんまりお勧めしてないんですよ。なんでかっていうとですね、そんな20代の若手に対してこれから入る新しい会社ですぐにパフォーマンス上げてねっていうのを押し付けるような会社、これって正直結構無茶なことを言ってるなと思うんですよね。っていう環境に入ると、やっぱり皆さんめちゃくちゃ優秀な方多いと思うんですけれども、いくら優秀だとしても新しい環境、新しい文化、新しい人の中ですぐに成績をドーンと出せるっていう人って結構少ないんじゃないかなと思いますし、相手の期待値がすごく高いと、そこができなかった時に自分も苦しくなる、申し訳ないなって気持ちになっちゃったりだとか、そういうことが発生するので、そういう即戦力求めるみたいなところはあまりお勧めしていなかったりもします。それがブラック企業ってわけではないんですけれども、まあ、一つの目安というか求人を見るときのポイントとして覚えておいていただければなと思います。で、ちょっとまあ脱線しちゃったんですけれども、なので面接官の目的っていうところで言うと、長期的に活躍してくれる、そういう人材かどうかを見極めているっていうところを押さえておいていただければなというふうに思います。では、その大前提を踏まえた上で、実際の面接で使えるテクニックをお伝えしていければと思います。ではまず最初のテクニックなんですけど、テクニック1つ目、面接官は敵ではなくて味方っていうことを知るっていうのがまず大事です。もう結論言っちゃったんですけど、もう面接に行くことを思い出して想像してほしいんですよ。そしたら結構憂鬱な気持ちになりませんか？これなる人いたらこうじゃないかなって思うのが、自分のこれが強いんだっていう武器がなくて、どっちかっていうと経歴的につつかれるんじゃないかなみたいな、例えば留年していたりだとか、新卒で働かないで卒業して既卒になっていたりだとか、ブランクがあったりとか、短期間で辞めてしまっていたりだとか、まあそういう今一例を挙げたんですけれども、そういう経歴的にマイナスだなって思っちゃうポイントがあると、こう面接行った時になんでそんなことしたのとか、ネチネチ言われるんじゃないかなっていうのを想像して憂鬱になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これがですね、思う必要って実はないんですよ。なんでないのかっていうところがポイントになるんですけど、もうこれ結論言います。書類選考通ってるんですよ。書類選考通ってるってことは、もう面接官はその書類を見て、経歴を見て、こういう経歴なんだっていうのを分かった上で OK です、会いましょうっていうふうに言ってくれてるんですよね。なんでも経歴はもう大丈夫ってことなんですよ。で、これめちゃくちゃ大事です。これめちゃくちゃ大事で、だって面接官はもう落とそうと思ってる人と会って話をする時間なんて、まあ取るわけないじゃないですか。だって忙しいんですもん。でも時間を取って会いたいってことは、これさっきの目的にもなるんですけれども、面接官は入社してから長期的に活躍してくれる人かどうかっていうのを見極めて、できれば採用したいと思ってるんですよ。ダメなやつを落としてやろうっていうのをすごく強く思ってるかっていうと、逆側でできれば採用したいと思って面接に臨んでるんですよね。これなんでかっていうところなんですけど、面接官にも目標があるんですよ。目標って何かっていうと、まあ採用計画っていうものに基づいて決まってるんですけれども、こういう人をいつまでに何人採用する、この目標を持って面接官は採用活動を行ってるんですね。で、それを達成すると評価されて給料上がる、これが人事の評価のされ方になるんですよ。つまりできれば採用して目標達成したいと思ってるんですよ。だから面接官は敵じゃなくて味方っていうのをしっかり分かっておけば、変に不安にならなくていいことで不安になっちゃうとかっていうのを避けれたりするんで、一つ目の重要なポイント、テクニックとして覚えておいていただければと思います。次のテクニックなんですけれども、失敗体験こそ正直に話して武器にする、これが次のテクニックになります。
先ほど面接官は味方だよっていうふうにお伝えしたんですけど、でもそれでも結構つついてきて、これどうしたのどうしたのっていうふうに聞いてくるのってあると思うんですよ。じゃあそれってなんでやってるのっていうと、面接官は不安なだけです。あなたを責めたいわけじゃなくて、不安で自分自身が安心したくて深く質問してるっていうものなんですよ。先ほどお伝えしたみたいに、面接官の目的っていうのは長期的に活躍できる人材を採用できるかどうかを見極める。で、面接官はできれば採用したい、つまり安心して大丈夫だっていうふうに思いたくていろんな質問してます。で、その質問してる内容っていうのは履歴書で分かることっていうのはもう分かってるんで OK ですっていうことなんですけれども、履歴書からだけでは判断できないことを聞きたいんですね。それってどういうことっていうと、その経歴が悪いってことを言いたいわけではなくて、そういう、じゃあ経歴があった時に仮にそれが失敗だとしたら、それをどういうふうに今捉えてる人なのかとか、それを踏まえて今後どうしていきたいのかっていう、こう未来に向けての改善とか考え方だったりとか、そういうことを聞くことによって、あ、この人はうちの会社に入って壁にぶつかったりだとか、うまくいかないことがあった時に、それでもめげずに辞めずに長期的に乗り越えて活躍してくれる人なんじゃないかな、そういうふうに思って安心したくて、そういった過去の経歴の質問を深掘りしていくっていうのが起こってるんですよ。なので整理すると、面接官の質問っていうのはなんでこんなことしたんだよっていうふうに責めたいわけではなくて、それを踏まえて今後どうしていきたいんでしたっけっていう未来のことを知るための質問、そういうふうに思って回答していくと、すごく面接の内容っていうのが良くなりやすいです。とはいえ自分の気持ちとしては、こう失敗したことって周りの人に知られたくなかったりだとか、それを言ってダメなやつだなって思われたくないと思って、まあ、隠したかったりだとか、まあ、自分の中で失敗したことが消化できてないと言葉にするのは嫌だったりとか、そういうふうに思っちゃう、隠したくなっちゃう気持ちっていうのもあると思うんですよ。でもここでこう理解していただきたいなっていうのは、失敗っていうのは決して悪いものではないっていうふうに思ってほしいんですよね。失敗しない人なんて世の中にいないですし、私も会社をじゃあ7年やってますとか、社員も今40人ぐらいいますっていうと、結構頑張っててすごいですねとかって言われる機会もあるんですけど、そんなの全然嘘で、全然すごい人でも何でもなくて、私も未だに毎日めちゃくちゃたくさん失敗します。失敗って別に隠す必要なくて、ちゃんとこう誠実に向き合って伝えて、でもちろんどうすれば次同じことが起こらないかっていうのを改善して繰り返していく、こういうふうにしていくことができれば、すごく皆さんにとっても失敗ってすごい成長の機会になるんじゃないかなというふうに思います。もちろんその失敗した瞬間っていうのを、うわやっちまったな、辛いなと思うと思うんですけれども、それを整理して、こういうことだったんですよ、次同じことになるためにこうしていきたいですっていう未来に向けた話し方ができれば、どうなるかっていうと、いや、この人採用したら壁に見つかった時どんどん乗り越えて成長してくれるんじゃないかな、こういう人は長期的に活躍し続ける人なんじゃないかなっていうふうに面接官に思ってもらいやすいんですね。だからこそ、自分が話したくないと思う失敗体験こそ、それを正直に話して武器に変えるっていうことを大事にしてほしいなというふうに思います。とはいえ、今後どうやっていくんだろうね、教えてよっていう雰囲気じゃなくて、へえ、でもそれダメじゃん、それじゃみたいな、態度悪いなみたいな、そういう面接官っていると思うんですよね。当たったことある人いるかもしれないんですけど、まあ、いわゆる圧迫面接っていうスタイルですね。そういう時にどうすればいいのかみたいなところなんですけれども、まず結論から言うとですね、私はですね、圧迫面接をするような会社には入社しない方がいいっていうふうに思ってます。で、これなんでかっていうと、私面接官で圧迫面接する人ってマジでスキルが低いなっていうふうに思ってるんですよ。例えばそのストレス耐性を見たいとかっていうのが圧迫面接する人の、まあ、言い訳というか理由付けでなってるんですけれども、別にそんな相手を不快に思わせるようなコミュニケーションの取り方をしなかったとしても、今まで大変だったことをどう乗り越えてきたんですかみたいな質問とか聞き方を工夫すれば、ちゃんとどういう人かって分かるんですよね。あえてその場で意地悪な言い方とか態度とか目つきとかして嫌な思いさせなくても、相手のストレス耐性って把握することって全然できたりするんですが、でもそれができない、スキルが低いから分かりやすく嫌な思いさせてやれっていうことをやっちゃってると思うんですよ。これってすごく相手に対してすごい失礼だなっていうふうに思いますし、ストレス耐性っていうのももちろん大事じゃないとは言いません、もちろん大切なことだなと思うんですけれども、そのニーズっていうのもどん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 下がってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
これってどういうことかっていうと、例えばですよ、例えば極端な話しちゃうと、例えば戦時中とかだったらストレス耐性ってめっちゃ大事だったと思うんですよ。銃弾が飛んでくる中でそれが怖くて動けないっていう風にうずくまってたらどうなるのっていうと、仲間たちがどんどん撃たれて死んじゃうよっていう状態だったら、そういう極度の緊張感、ストレスがかかるところでも一歩前に踏み出すみたいな、そういう力が必要だった時代も私は知らないですけどね、想像するとあったんじゃないかなと思います。こういう時には理不尽なことをされたとしてもそれでも入っていってやるみたいな、そういうのすごい重要なスキルだったと思うんですけれども、今ってどういう世の中なんですかっていうと、そんな極度の緊張にさらされることなんて別に働いてないので、私もそうですし、そんなにないです。いろんな研究結果とかもあるんですけれども、人がどういう時にパフォーマンスを上げるかっていうので言うと、自分が安心感を持って働けてる時なんですよね。その安心感を持つ状態でいれば、人はパフォーマンスを上げるっていう時に、真逆の嫌な思いさせるみたいなコミュニケーションを面接っていう場で取るような会社なんですよ。そんな会社行く必要多分ないんですよね。どういうことかというと、面接官として初めて会った人にそんな失礼な態度を取るんだったら、入社して中に入ったらもっと失礼なことというか理不尽なこととかを求められる可能性が高いと思います。今まで聞いてきた方の話を聞くと、そういうケースが多かったのでそういうふうにお伝えしてるんですけども、理由になると、面接でそういうこと言われると嫌な気持ちになっちゃうと思うんですけれども、どっちかっていうとラッキーだなって私は思うんですよ。だって面接で、あ、ここ圧迫面接してくるような会社だっていうのが分かったら、そこはもうすぐ辞退すればいいだけなんで、そしたら自分が地雷踏まないで、踏む前から あそこ危ないから避けとこっていうのが分かるっていう、そういうチェック項目だなっていうふうに思っておくと、変な会社に入社しないっていうことが実現できると。皆さん内定取るのが目的ではないと思うんですよね。内定取ってから働いてこう活躍してとか、仕事が嫌だなじゃなくて、仕事行くのも結構楽しいな、ありだなとか、そういうふうに思って生きていくことをゴールとして就職活動していると思うので、それを達成するためにっていう、まあ、テクニックの一つとして、そういう圧迫面接みたいなやり方を取る会社っていうのは、まあ、その時はハハハっていう時には、まあ、スッと辞退して避けていくっていうのはすごくポイントになるかなと思うので、そこも大事にしていただければと思います。では次のテクニックいこうかなと思います。次何かっていうと、実は面接って恋愛と近いなっていうふうに思います。でこれってどういうことかっていうと、面接って面接官側からこの人を長期的に活躍してくれそうだな、ぜひ働きたいっていうふうに思ってもらうのと、もう一方で選考を皆さんが受けた時に、あ、この会社で働いたら自分でやりたいことできるかも、自分の目的達成できるかもっていうふうに思う、この両方の思いが一致しないと内定が出て、内定が出るのは企業側が好きですよってなったら出ますし、実際それを承諾して入社するっていうのは皆さんがそうまでならない、この両方がないと成立しないのが面接、まあ就職活動全般に当たるかなというふうに思います。ここでポイントになるのが、面接がうまくいかない人で多いのは、自分がこの会社を好きになれるかどうか、この会社に入って楽しく働けるかっていうところを見るのはめちゃくちゃ大事にしてるんですけど、一方で企業側から好かれる、興味を持ってもらう、一緒に働きたいと思ってもらうっていうところをないがしろにしてしまっている、そういう人が結構多いなっていうふうに感じることが多いです。これさっき最初に恋愛に例えたんですけど、これってどういう状況かっていうと、例えばめちゃくちゃあの子いいな、デートしたいなって思ってる人がいるとするじゃないですか。でその時に私、まあ、実際リアルでもそうなんですけど、パチンコとかギャンブルとかするんですけども、ギャンブルがすごい好きだと、ギャンブル好きだからその子に対してデートしようよっていう時に、ちょ一緒にパチンコ行かないって言って誘ったらどうなるのっていうと、まあ大概断られるのって皆さん見てる人想像つくと思うんですよ。デートでパチンコなんてないでしょみたいなって思う人多いと思うんですね。じゃあどうするのって言ったら、まずよりうまくいくためには、その人のどんなことが好きなの、趣味は何なのとか、どんなご飯が好きなのとかっていうふうにリサーチすると思うんですよ。相手が何を好きか、でその好きなことを、例えば映画見に行くのが好きですっていうふうになったら、この映画見たいと思ってるっていう情報があったら、その映画一緒に見に行かないっていうふうに相手に好かれるように誘うと思うんですね。でそうすることによってパチンコ行かないっていうよりも一緒にデートできて、相手に楽しいって思ってもらえて、もっと長い時間一緒に過ごしたいっていうふうに思ってもらえる、その可能性が高くなるっていうふうに、そういうことを考えて恋愛をする人って多いと思うんですよね。これが就活でも一緒なんですよ。なんでじゃあ具体的にどういうふうにテクニックとして活かすのっていうところで言うと、皆さん受ける会社のホームページを見たりとかってすごいすると思うんですよ。すごいすると思うんですけど、その時にこの会社に入ったら自分の希望が叶うかなっていう目線、これも大事なのでもちろん持ってくださいに、プラスしてこの会社は何を大事にしてる会社なんだろう、
どういう人材を求めてるんだろう、何を言ったら好きになってもらえるだろうっていう風な視点でホームページを見る、相手側の目線に立ってみると、そういう風に考えてたくさん調べていって、こうしたらいいんじゃないかなっていう、そういう仮説を立てると、面接の中でどんな言葉を使えばいいか、自分のたくさんあるエピソードの中の何を話していけばいいかみたいなところの作戦が立てやすいですし、それを言った時に、お、君いいねっていう風に言ってもらえる可能性が高くなるっていうところがあるので、テクニックとして恋愛と近しいものなんだな。で、自分が好きになれるかどうかだけじゃなくて、相手に好きになってもらえるかどうか、この2つの視点を合わせていくっていうのが大事なんだなっていうところを覚えておいていただければなというふうに思います。では次のテクニックいこうと思います。次のテクニックは、敬語はデスマスつけるだけで OK っていうふうに思って大丈夫っていうことですね。面接でこう緊張しちゃってうまく話せなくなっちゃうっていうことって経験ある方多いんじゃないかなと思うんですけれども、なんでうまくいかなくなるかっていうと、いつもと違う言葉を使うから、慣れてないことを話すから固まっちゃったりとか焦っちゃったりとかっていうふうに起こっちゃうんですね。で、どういうことかっていうと、かしこまりましたとか、すごい丁寧な敬語を慣れてないけど使おうと思っちゃうんですよ、面接って言われたら。慣れてないから上手くないんですよね、練習がちゃんとできてないから。で、本番で練習してないことできるかってできないんですよね。だからそれでうまく話せなくなって、ああやばいやばいどうしよう、ちゃんと話せてない。で、そう思えば思うほど、どん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 自分の言葉に力が乗らなくなったりとか、自分の中で思ってたことが言えなくなっちゃったりとかっていう風にしちゃうっていうことが結構起こりがちだったりするんですけど、別に、いや敬語いらないとは言わないです、いらないとは言わないんですけれども、すごく実務上必要かっていうことを考えると、別に実際の仕事をしていて完璧な敬語を使いこなせなきゃいけないかっていうと、そんなことはないんですよ。デスマスついてればどうにかなります。これがもう実際の、実際働いたらそうですっていうことなんで、別に多少できなくたって大丈夫なんですよ。で、面接官も別にそんな綺麗な敬語を使ってほしいっていうのは別に求めてないんですよね。だってそのちゃんとした敬語を使えるかどうかと、長期的に活躍できる人材かどうかっていうところのつながりなんて、そんなに関係ないのって皆さんも想像したら分かると思うんですよね。いうものなんで、別に大事じゃないです。で、よっぽど大事なのは、一緒に話してて、まあ、お互い好きになれるかどうかっていうところとかの方が大事なので、まあ、どうなってればいいのっていうと、まあ、イメージとしては仲のいい部活の先輩とかバイト先の先輩と話しているような感じをイメージするといいです。そのすごい仲いい人とかしこまった敬語とかをガチガチ使ったりとか多分あんまりしないと思うんですよ。本当にそれぐらいもう何々です、何々います、これぐらいできてれば全然 OK なんで、それぐらいなんだなっていう風なのを覚えておいて、実際の面接でもデシマスついてれば OK なんだっていうのを使っていくっていう風にするといいかなというふうに思います。では次のテクニックなんですけれども、次のテクニックはサンドイッチ戦法っていうテクニックです。これ何のためなんですかっていうところ、また、あ、意味わかんないと思うんで説明しようと思うんですけれども、よくある面接の失敗でピタッと止まっちゃう。例えば質問された時に、ん？なんて答えればいいんだ、わかんないな、んって思うときにちょっと間が空いちゃうと、ちょっと間が空くと、やべ、なんか答えれない、どうしよう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 って自分に言えば言うほどさらに焦ってパニックっちゃって、すいませんっていう風になっちゃうみたいな状況、まあ、フリーズしちゃうみたいなことが起こったりするっていうのを経験ある方って中にはいるんじゃないかなって思いますし、もう一つの例を挙げると、質問されることに答えていくと、で答えていく中で、あ、そういえばこんなこともあったな、あんなこともあったな、それも伝えよう伝えようっていう風にやっていくと、だんだんあれ何聞かれてたっけって質問を忘れてしまって、どう終わればいいか分かんなくなるっていう、この2つのケースを一緒に解決しちゃう方法がサンドイッチ戦法なんですけれども、これ何かっていうとめちゃくちゃ簡単です。質問された内容を始めと終わりに言ってサンドイッチする、ただこれだけです。具体的にどういう風なことをやるかっていうと、例えば大学時代に頑張ったことって何ですかっていう風に聞かれた時に、はい、私が大学時代に頑張ったことはっていう風に繰り返す。で、こう話してる間にちょっと間ができるじゃないですか。で、この間に考えるんですよね。で、実際の中身の部分ですね、だらららら、こういうことこういうこと頑張ってこういうことをやっていましたっていう時に、最後にそれが私が大学時代に頑張ってきたことですっていう風にサンドイッチする、これだけです。めっちゃシンプルです。なんで話す前にはいって言って質問繰り返すだけ、もう頭使わないでただただそれをインプットしておけばすぐ言えますし、どうやって終わろうかなっていうところも最後の一文で繰り返すってだけを思って話す、これをすることによってずれないで終われる、全部一緒です。
志望動機は何ですか。はい、私が御社を志望する理由はこう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 、それが私が御社を志望する理由になります。もうほんとこれだけですっていうのを覚えておくと、フリーズを減らすことができて、話がずれちゃったりだとか回答がずれちゃったりっていうところの迷い道に入らなくてよくなるっていう2つがあるんで、ぜひすぐできるので覚えていただければなというふうに思います。では次のテクニックなんですけれども、これが一番合否を左右します。面接で受かるか落ちるかの合否を左右するんですけど、何かっていうと笑顔です。ニコッと笑う、これが一番合否を左右します。で、まあこれは何かっていうところなんですけれども、面接で皆さん何困りますっていうと、何を答えたらいいかわからないっていう内容のところにみんな結構悩みを集中させるんですよね。でもこれって実は全然重要じゃなかったりするんですよ、極端な言い方しちゃうと。で、どういうことかっていうと、皆さんメラビアンの法則って聞いたことあります？メラビアンの法則って何かっていうと、相手と話すときにどんな要素が相手に影響を与えるかみたいなところをこう分析した結果の法則なんですよ。3つの大きく影響を与えるポイントがあって、さっきの話す内容の部分と、もう一つは相手から話した内容で聞こえてくる、まあ、聴覚情報ですね、聞こえる情報に関する、もう一つはそれ以外の目から入る情報、視覚から入る情報の部分、この3つで構成されてて、それがどんな比率なのっていうと、一番大きいところって何かっていうと、もう視覚情報なんですね。見てどう感じるかっていうところです。これがですね 55% もあるんですよ。で、2番目が何かっていうと聴覚情報、耳から入る情報ですね。声のトーンだったりとか、話すスピードだったりだとか、抑揚だったりとか、そういう情報が 38%で、残りのたった 7% が言語情報で実際に話す内容とかなんですね。なので、皆さんが悩むどうやって答えていけばいいんだろうみたいな文章の内容って全体の中の 7% しかないんですよ。よっぽど大きい要素は視覚情報で、それをどうやってプラスに持っていくのっていうのを一番聞くのが笑顔です。で、結構多い落ちちゃうパターンにあるのが、真面目な顔をして真面目な話をする、これが落ちるパターンですよ。皆さん結構勘違いしてる人が多いんですけれども、面接っていうすごく公式な場というかフォーマルな場において、笑ったりして良くないんじゃないかなみたいな、真面目な顔してこうガッチリ話さなきゃいけないんじゃないかなみたいなことを思ってる方って多いんですけれども、それやると落ちるんですよ。笑ってる方がめちゃくちゃ受かりやすくなります。じゃあどうするのっていうと、いつでも笑えるようにトレーニングするんですよ。これを言うと、楽しい気持ちじゃないと笑えないですっていう方結構多いんですけど、実はですね、これ誤りなんですよ。これどういうことかっていうと、脳みその構造が違うんですよ。脳みそって楽しい気持ちだから笑えるかっていうと、全然そんなことなくて逆なんですよ。笑うから楽しい気持ちになるっていう行動最初で、その後に感情が湧いてくるっていう順番なんですよね。なので、楽しくないから笑えないですっていうのは嘘で、笑うトレーニングをしていつでもニコッとできるようになれば笑えるようになるんですよ。そうすると楽しい気分になって話せるようにもなるんですよ。これが脳みその構造なんですよね。で、もうちょっともう例を挙げると、面接不安だなと思うときに、そのパワーポーズってやつがあるんですけど、何かっていうと、こうやって両手を上げて上を向く。このポーズすると、すごく力が湧いてくるって言われてるポーズなんですよね。とかを面接前のトイレで、まあちょこっとまあ1分ぐらいやったりすると、まあ私やったことないですけど、いいかもしれないなっていうのを、まあ簡単に紹介しておくんですけど、まあそういうふうに何よりも、行動が最初で感情が湧くっていう順番を覚えてほしいなと思うんですよね。まあこれ、勉強でも一緒です。勉強もなんか勉強やる気が出ないからできないですっていう人っているんです。これも嘘で、それは勉強やってないから湧いてこないんですよ。やってやってやってって繰り返していくと、どんどんやる気が湧いてきてやるのが普通になってきますし、やっぱこういう行動が最初で、その後の感情だったり気持ちっていうのがついてくるのがもう大原則なんで、そこを押さえておくと良いかなと思うんですけれども、なのでまあちょっと話しとれちゃったんですけども、重要なのは笑顔、笑顔なんで、それを出すために笑うトレーニングをすると。笑顔が苦手だなっていう方とかは、例えばよくある練習とかだと、まあ、お箸とか割り箸とかをこう加えてこう、こういうふうにすると口角が上がるんですね。で、そうやっていくと、こう、ここの、あんま笑ってないなっていう期間あると、口角カチカチになって笑ってって言われてもなかなか上がらないなってなると思うんですけど、だんだんいつでもこう、笑顔の表情っていうのがこう、作れるようになっていくので、そういうトレーニングから始めていくと、めちゃくちゃ面接でもプラスになるなっていうところを覚えておいてください。で、もうちょっと細かいテクニックというか、笑顔の使い方みたいなところをお伝えできればと思うんですけれども、面接でですね、もったいないケースってどういう時かっていうと、例えば話してるとこう噛んじゃったりとか詰まっちゃうみたいな時って誰しもがあると思うんですよ。
私も今動画見てる方はすごく綺麗に話してるなとか思ってくれる人もいるかもしれないんですけども、それはなぜかっていうと編集がすごいだけなんですよ。これ話しながら私何回も噛んでますし、言い直してますし、止めてるんですよ。っていう風に、まあ日常的にペラ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 話す仕事をしてる人でも失敗いくらでもするので、それはまあ噛んだりとか、そう詰まったりとかするのってめちゃくちゃ自然なことです。だし、面接官も別に噛んだとしても全然気にしてないです。誰でもそういうのであるよねって思う。でも、実際一生懸命話している自分からしてみると、やべ、噛んじゃった。言い間違っちゃったって思うと、ギクッてすると思うんですよ。そっから手も離さなきゃって思ってやると、こう自分がやばいやばいって思ってると、また失敗しちゃって、やばい、また噛んじゃった。っていうのを重ねていくと、どん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 話ができなくなっちゃう、うまくいかなくなっちゃうっていう経験をしたことある人もいるとは思うんですけれども、これって笑うポイントなんですよ。どういうところかっていうと、噛んじゃったなと思ったら、てへって笑うんですよ。あ、すいません、やっちゃいました、みたいな雰囲気で、ニコってして笑ってごまかすっていう技を使ってほしいんですよ。噛んだ時に、あ、やばいやばい、すいません。っていう風になっちゃう人と、話してて噛んだ時に、どうこうなんですよねって言い直す人、どっちの方が印象いいかっていうと、てへってやってる人の方がめちゃくちゃ印象いいんですよ。こっちの方が受かる可能性高くなるんで、詰まっちゃった時とか、そういう時こそ笑顔を出すっていうことをテクニックとして覚えていただければなというふうに思います。続いて、まあ、テクニックなんですけれども、まあさっき笑顔が大事だよで、一方で話す内容とかは、まあ、たった 7% だからそんなに心配しなくて大丈夫ですよっていう話したと思うんですけれども、とはいえ何を話せばいいかわからないから不安で笑顔が出せないとか、そういう風な人って多いんじゃないかなと思うんですけど、そういった方向けのテクニックなんですけど、まあ、何するのっていうと、面接で聞かれる質問に対して全ての質問に対して全文回答を話し言葉で文章化する。その文章化したことを何回も声に出して話す。これが、まあ、テクニックでも何でもないんですけど、これがめちゃくちゃ重要です。これするとすっごい上手くなります。この文章化するっていうところ、めんどくさいって思うかもしれないです。めんどくさいって思うかもしれないんですけれども、これ私今日話してるじゃないですか、これ全部文章に起こしてるんですよ。それを話してるっていう形になるんです。そうすることによって話しやすくなるんですよね、やっぱり。なんで皆さんにもそれ体験してほしいっていうのもありますし、めんどくさいかもしれないんですけど、面接って何回も受けるじゃないですか。何回も受けるんですけど、聞かれることって似たようなこと多いと思うんですよ。同じような質問がどこの会社行ってもされるなみたいな、多少違う質問もあると思いますけどね。大体は同じような質問です。自己紹介聞かれて、大学で何やってたんですかって聞かれて、仕事って何ですかって聞かれて、将来どうなりたいんですか、何か質問ありますみたいな、似たような質問すごく多いと思うんですけど、つまりどうなのかっていうと、一回そういう聞かれた質問を全部書き起こして、それに対する回答を作っちゃえば、それずっと使い回せるってことなんですよ。なんで、めんどくさいかもしれないんですけれども、話し言葉で書くっていう重要ですね。話し言葉っていうのは箇条書きとかで書いても、実際話すってなったらうまく話せなかったりするんですよね。なんで文章全部話し言葉で書くっていうのを意識するといいかなと思うんですけれども、そういう風になると、それを暗記して話しちゃうから、そうすると面接官に変な風に思われちゃうんじゃないのっていう風に心配する方多いです。心配する方多いですし、実際に暗記してる文章を読み上げてるように話したらどうなるかっていうと落ちます。でそれだったら文章として提出してくれれば分かればいいよってなるんですね。面接官知りたいのって、文章じゃ分かんない、履歴書とか経歴書じゃ分かんないところを一緒に話して知りたいな、それで長期的に活躍してくれる人だなっていうのをしっかり確認してから選考通過内定出したいなっていうふうに思っているので、ロボットと話したいわけじゃないんですよ。でも書いたらロボットになっちゃうと引けると思うんですよ。どうするのっていうと、練習するんですよ。何回も何回も声に出して話して、それが覚えてること、決まってることなんですけれども、あたかもその時に考えて話したように話せるように練習するっていうのはすごい大事です。この練習するってことをやれない方、苦手な方ってすごく多かったりするんですけど、これ何事も同じなんですけど、スポーツと一緒です。練習しないで試合に出ても勝てないんですよ。ちゃんと練習し積み重ねるから本番で力が発揮できるっていうものは、面接就活においても全く同じです。でじゃあどんな練習すればいいのっていうところなんですけれども、意味が少ない練習、まあ良くない練習っていうのは、書いた文章をこうやって読んでるだけ、心の中でダネダネダネっていうふうに言ってるだけ、これはですね、あんまり意味ないです。重要なのはちゃんと自分が書いた文章を声に出して言ってほしいんですね。声に出すことで文章のつながりがちょっと違うなっていうのを直したりとかっていうの
ありますし、何よりも声出すじゃないですか。そしたら出した声が自分の耳に入ってくるんですよね。っていう自分の聴覚も使って面接というものを疑似体験できるんですよ。だから声に出してほしいんですね。で、声の出し方もどういうふうなのを意識すると良いかっていうと、自分がこういう話し方ができたらいいなって思う話し方の人をパクってほしいんですよ。今 YouTube で私の動画を見てくれてると思うんですけれども、皆さん日常的に YouTube 見ると思うんですけれども、見てるとこの話し方ってすごく引きつけられるなとか、いいなっていうふうに思う人っていると思うんですよ。そういう人の話をすごく何回も聞いて、それを同じような感じで自分が再現してるつもりで自分の作った文章に読むと。その練習を1日10回1週間繰り返してください。それだけで面接の通過率が劇的に上がります。でもちろんその練習の間にも笑顔を作ると。鏡を見ながら話すとか、あとはスマホとかで自分の表情とかを撮って後で見返すとか。そうすると客観的に自分がどういう見え方してるのかなってわかるので、それをもとに、あ、もうちょっとゆっくり話した方がいいなとか、もうちょっと表情を柔らかくした方がいいかなとか、そういうことを自分で見て、まあ、恥ずかしいと思うんですよ。最初やるの慣れるまで恥ずかしいと思うんですけど、自分で見てみて直してもう一回やる。こういうただ話すだけじゃなくて、ちゃんとより良くなるために考えて10回やるっていうのを1週間やるだけで内定がグッと近づきます。なんでそこを試してやってみると、話す内容の不安がなくなると。不安がなくなって、よし、話す内容は OK だと思ったら、しっかり笑顔を意識していくと。で、細かい部分とかってどうしていくのみたいなところで言うと、相手に好かれるように相手の情報を調べて、で、微修正して話す内容を変えてあげるとかっていうことを繰り返していくと、どんどん面接が上手くなってきます。で、ところが今日お伝えしたかったテクニックの概要になります。まあ、というような感じで長くなってしまったんですけれども、繰り返しに関してっていうところは、まあこれにちょっとまとめて表示されていると思うんですけれども、改めて振り返って思い出していただければなというふうに思います。で、まあ、最後になるんですけれども、皆さんにお伝えしたいことがありまして、今まで私がこうサポートしてきた方に全員も伝えていることなんですけれども、まあ、就活をしているとやっぱりこう内定を取りたいって気持ちどんどん強くなると思うんですよね。内定を取りたいって気持ちはもちろん悪いことじゃないなと思うんですけれども、内定を取るのってゴールではなくてスタートラインに立つことなんですよね。大事なことっていうのは、その社会人として新しいキャリアを積んでいくであったりとか、転職して新しい会社で働き始めるであったり、そこで皆さんがわあ仕事やだなっていうふうに思って毎日を過ごすんじゃなくて、じゃあ明日も頑張ろうと思って毎日をスタートできる、うずうず働けるような未来があることがすごく大事なことかな、素敵なことだなっていうふうに思っているので、この動画を見た皆さんのこう1年後がそういう毎日が過ごしているとすごい素敵なことだなというふうに思って願っています。動画は長くなってしまいましたが、最後まで見ていただきありがとうございました。